さあ、有吉弘行サンデーナイトドリーマー、私、有吉弘行でございますけどね、9月3日、日曜日でございます。すっかり、東京も涼しくなってまいりまして。はい。うん。もう、ほんと9月入った途端なんかもう秋の模様、秋模様でございますけどね。そうですね。秋ですからね、美味しいもの食べたいですけどね。おカニ食べ行こう。張り切って行こう。松崎のカニ食べたいな。我がのカニはどんなカニですか。何カニ食べ松崎のカニって何ですか。何の例えなの。飛び込んで行こう。松崎のカニどんなのかな。我がちゃんのカニは小さいのかな。カニ食べ行こう。何のカニ。誰がいやカニ食べてえなって。いやどこ。いやそれは分かるんです。そこまで分かるんです。その松崎のカニ食べ行こう。それは張り切って行こう。松崎のカニシコシコ。いやシコシコ。シコシコだよ。なんでよ。なんだよ。Release so much stress. Now at the long tea program. Sunday night tea.さあこんばんは、太田プロの真珠、広島が生んだ怪談師、軍人ロックスター、大ガニ持ち有吉弘行でございます。東京アンドモンジェ UFM スタジオから生放送サンデーナイトドリーマー、アシスタント9月ですが、このお二人、トップリード和賀です。優しい雨松崎です。よろしくお願いします。はい、ということでイレギュラーですから、ちょっと1ヶ月半ぐらいということになりますかね。はい、お願いします。またよろしくお願いいたしますね。はい、なんか今日ツイッター見てたら、お笑いになったりかなんかに、はい、トップリードが AKB の劇場公演をプロデュースみたいな、はい、うん、それをさせてもらったんですよね。そのチーム8っていうのがありまして、 AKB にチーム 8？ はい、チーム8ってなんだよ。だってチーム A か K か B だろ。そう、そのチーム4もあって、チーム8がある。チーム 4？ チーム4もあります。チーム4、あ、4あります。AKB48。チーム4っていうのはあれ、あのベトナムの、いや、そう、その麺類みたいなやつじゃないです。あ、でも、ええ、4と8は分けてあるのか。はい。うん、それでは公演のプロデュースをさせていただいて、昨日が初日だったんですね。あ、そうなの。はい。なんか何なのそれ。俺もう AKB にすっかり疎くてさ、はい、もう今もう誰がいるのか分かんなくてさ。あ、まあまあまあ、高見縄はどうしてるの。高見縄は、高見縄は東京 FM にいるんじゃないですか、ね、高橋はチーム B とかじゃないのか。もう高橋はどこにいるんだ。もう卒業してます高橋。はい、あ、そう、はい、あいつはあれ松島なおみ、松島なほみだっけ。いや、そう、オセロオセロの方ですよ。オセロだっけ、はい、オセロのチーム。いや、オセロのチーム白です。チーム白。チームホワイト。あ、そうか。今は誰、これは誰がやってんじゃあ誰を推してんだよ。これは有名な人いない。いや、そうですね、俺らが知ってるような方はいない。言って分かる方はいないと思いますね。あ、そう、はい、その子たちのプロデュースしてんの、お前が。そうですね、劇場公演のプロデュースですね、はい、そんなことしてる暇あんのかお前。いや大丈夫です。いやだってそうですね。そんなことしてる暇ないだろお前。キングオブコントの準決勝9月7日9月6日 8日です。9月8日、はい、9月7日9月8日。もうだって今週じゃないか、はい、お前そんな、お前女の子たちのプロデュースして女の子たち盛り上げてる場合じゃないだろう。自分がはい、もっと頑張んなきゃいけないだろう、はい、でも大丈夫です。何が大丈夫なんだよ、はい、心配だよ俺は。大丈夫です、必ず優勝します。言う前から笑っちゃってるじゃないですか。寒い寒い、もういらんよ。
3週目で終わり。早いっすね、やっぱ。ギャグって廃れるの早いっす。ギャグじゃねえ。旬が過ぎちゃって。もう終わり。そうですか。まあ、それ頑張っていただくと。せめて準決勝終わってからじゃん。もう行く前にもう飽きちゃう。結果出てからにしてほしいな。トップリードのキングオブコント挑戦、もう飽きちゃって。まだしてない。してないよ。もう準決勝終わってないですよ、まだ。準決勝やってからにしましょう。2日間ありますからね。そうですよ。松崎はなんかないのか、なんかこんなことやりますとかこんなことやりましたみたいなことは。もうないですね。なんか単独ライブあるんですけど、10月に。なんでそんな勝手なことしてるの、まあ、勝手なことというか劇場を撮ってやる、単独ライブ自分たちでやるんです、うん、はい、それが10月にあるんで、そこに向けてっていう。どこでやるの？新宿の劇場で。なんだその声お前。はい、どうして変な声して。ちょっと気持ち悪い。エアコンにやられました。エアコンつけるなっつっただろお前。言われてないよ。言われてる。よし、ルークサンデーナイトドリーマー、今夜も最後までお付けください。スネイナイトドリーマーライブオンエア。さあ、東京半蔵も JFN スタジオから生放送でお送りをしております、有吉弘行サンデーナイトドリーマー、はい、今夜のアシスタントはトップリード和賀と優しい雨松崎です。生放送メールを募集いたします。今日9月3日はぐっすりの語呂合わせでベッドの日だそうです。9月3日でぐっすりってなかなか強引だけどな。まあスリープ、そうですね、グッスリープってことか。あ、グッスリープ、そこから来てるんですかね。違う、あ、グッスリープ、グッスリープ、グッスリープ、ああそうかそうか、まあ、ベッドの日ということで、はい、テーマこちら、寝具のこだわり。ベッド、布団、枕、タオル、毛布、いろいろ皆さんの寝具のこだわり教えてください。腰痛にマット使ってますとかね、枕を変えて睡眠がより深くなりました、いろんなライト、目覚まし時計こうしてますとかね、いろいろ、まあ何でもいいですけども、まあでもゲスナーの連中なんて寝具っつってもな、うん、それはもう、まあまあ、どこで、ね、なあ寝てコンクリになあ、コンクリは分かんないにダンボル敷いてなのか、まあそう賢者ですからね。なあ何かけてんだか知らないけど、ガサガサしたものかけてんだから、とにかく空気を通さないものかけて、そうですね、風を通さないものかけて、多分やってらっしゃる、暖かくする知恵はありますね。はい、お待ちしております。はい、ネットで有吉 JFN と検索してください。有吉ゆうきのサンデーナイトドリーマーのホームページにあるメールフォームから送ってください、はい、パン1個で番組ステッカーを無条件で差し上げておりますね。カープ、ゾンビ2種類、まだちょっとこの2種類が続いております。なかなかあのステッカーがなくなりませんので。なくなるまでやる。カープゾンビでございますね、はい、あとエンジェルがたまに出ますけどもね、はい、そのエンジェルを5枚、集めますと私が一筆したためた色紙をプレゼントするということでございますね、うん、あとは若槻社長からも、はい、若槻社長にいただいておりますグッズがいろいろありますんで、うん、それをまたプレゼントをいたしておりますね、はい、今日もなんかエンジェルの方2人いましたの、ね、でさっき色紙書きました。あ、5枚たまった方が、おまとさんでしたと、ラッパーザキバチョフさんですかね、はいはい、一筆したためましたので、あの到着をお待ちください。お、はい、はい、若槻先生というかこの前もねお会いしましたんで、今日ジップロック持ってるんですけどって言ったんですけど、いい加減してくださいよ本当に。何もなおと今日もうあれ搾乳はなさってない。もうしましたしました、はい、もうしましたから出ませんよってこと。超ジップロックあるんですけどね。ジップロック、ジップロックして、はい、もういい加減してくださいって言われて怒られました。もうこれ以上あの要求すると、あの出るとこ出られてしまいます。もうちょっとリスナーの方には申し訳ないんですけど、いやまた次あのそういう機会がある、ある、まあそういう、そういうのをくれる方を見つけて、なんか、そうね、ロケで、テレ東のロケしたの、テレ東で今度番組やってね、一個特番でね、はい、なんかちょっとあれ自転車乗ってきてね、はい、自転車に乗るロケ、そう、はい、でね、結構な距離走ったりしたんですよ、はい、でね、あのケツがさ。もう痛くて痛くて、もうその日も次の日も今も痛い、もうケツがもうだしびれちゃってるの、しびれすれてとかじゃなくて、もうすれてというかすれるようなことはしない、いいパンツ履かしてもらってから、とにかくもうずっと当たってるから、
もう筋肉痛というか内身というかもう痺れみたいになっちゃってて、ケツが、はいはい、でケツだけじゃなくてもうケツからもう前の方まで来ちゃって、えちょっと俺のカニもちょっと様子が、カニもちょっと痺れてるみたいな。カニってやっぱあれだったんだ。あれだったんだじゃねえけど。どうしたらカニっていうのかな。何をどう。結構だからハード、やっぱり慣れないことやるとハードだなと思って、結構もう3日今日もう4日ぐらい経つけど、まだちょっとケツ痺れてる。ちょっとねだいぶ良くなったけどね。それもう漕ぎっぱなしのロケ。もうずっと漕いで。止まるとかめちゃめちゃハード。筋肉痛っていうのともちょっと違う、筋肉痛ともまたちょっと違うんだよね。で結局その足で漕いでケツはまあ椅子が当たってるかしびれちゃうんだけど、素人だから力入っちゃうから上半身もパンパンになっちゃってさ、力入ってからずっとガチガチになっちゃって、はいはいはい、もう結構今もう満身創痍の状態、やっと抜け出したけど大変だと思ったね。早めやると思う。やんないだろお前ら。いやまあそんな長時間乗る、自転車乗ります。乗る、はい、いやいや乗るっていうか、まあまあもうママチャリぐらいそっと、はい、いつも駅まで自転車です。お前、はい、すごいな。いやそんな大したそんなサイクリストだったもん。いやサイクリストでもないですけども、カゴダルンダルンのチャリですけど、はい、いつも自転車自体久々に乗ったから結構さ、うん、うんすごいなと。まだちょっと9月半ばぐらいですかね、テレ東久々に出ましたんで、うん、ご覧になっていただきたいなというのと、はい、これメールありますけどね、はい、ラジオネームナビエストークス、先日有吉さんにとって唯一無二の存在である武井絵美さんが、我々ゲスナーとは180度違う世界に生きる中人集団エグザイルの高弘さんと結婚されたというニュースが流れていました。我々にとっても衝撃的なニュースでしたが、有吉さんにとってはショックと同時に人妻武井絵美にゾクゾクしているのではないでしょうか。数年前の放送で有吉さんは武井絵美の家に忍び込んで刑務所に入るなら怖くないと言っていましたが、これが実現する日も近くなるかもしれませんね。いやね、かうん、すごいですね。武井絵美ちゃんといえばそうですね。だからよくあれでしたよ、ご本人にも伝わってね、怒られもしましたけど、トンネルズの皆さんのおかげですに出た時にね、武井絵美ちゃんがまだ10代でしたけどね、初々しい頃でしたけどね、あの頃にちょっとまあ、あの脇汗が目立つシャツを着てらっしゃってて、ちょっと脇汗が出てるの興奮したとかね、あの二の腕がプニュプニュで可愛かったなとか、うん、言って気持ち悪い発言をして、本当にあの嫌な顔されたもんですけど、本人にそれを言って、いや、もちろん、その後もね、なんか、あの時有吉さんに腕がプニプニって言われてショックでしたみたいなね、お話もありましたけど、あんな、その、なんですかね、初々しくて、うん、まだ子供だったね武井絵美さんがもうこうやって結婚して奥さんされて、うん、お母さんになるわけですね、今。そうですね、すごい早いもんですね。23歳とかでしたね。そんな若いの今。あ、23歳でしたね、まだ。武井絵美ちゃんのねカニを見ることはかなわずという。武井絵美さんにもあんのカニ。なわかんなくなった。武井絵美さんの毛ガニをねちょっと我々はもう見ることができないわけですけども。毛ガニ、いやじゃあ見てたんだ。毛ガニ。武井絵美さんの毛ガニを見ることはかなわなかったですねって言ってるんですよ。ああ、我々はねもう結婚なさってしまいましたから。はい、ね。でもまあ。それはそれでまた確かこのメール送ってきてくれた人も言ったけど、人妻の毛ガニっていうのもなかなかね、それはまた同じなもんで、人妻の毛ガニ、女性は毛ガニってことですか。何を言ってんのお前。いやなんかちょっと分かん、何を笑ってんだよ。いや笑ってるというか、まあ面白いなぁと思ってですって。あ、あとは何かありますか。何もないです私は。ちょっとロケやっても疲れきちゃったから、まあ、確かにね、なんか何もやる気起きなくて3日も4日も答えてるって相当めちゃめちゃしんどかった。ハワイから帰ってきてもそんな、そうなんかハワイから帰ってきてさ、うん、なんかちょっと時差ボケみたいな感じがあってさ、うん、やっぱりどうしても、ほんで、ああちょっとなんか治ってきたななんて思ってたら、24時間テレビの深夜4時ぐらいにネットを入ったりしてたらさ、はいはいはい、またちょっと体調おかしいなってなっちゃってさ、ほんでおかしいなーって、あーやっと治ってきたなと思ったら今度自転車でまたおかしくなって、もうこの1ヶ月ぐらいずっと体調悪いよ。ああそうだぞ、うん、治っちゃしんどい、治っちゃしんどいみたいな。おお、だ
からか。そんな中あんな歌い上げてたんだね先週。そう先週あ僕じゃないですからあれは。あまあ、まあ、かやも。かやもの歌を聞いたりもしてます。はい。そんな全然思わなかった、ね、思わなかったですね。どうなん最近おすすめの漫画教えてよ。じゃあちょっと最近止まってんの俺。あそうですか。何かあったもうこのまんまだとお前らがそうやっておすすめの漫画でも教えてくれないともうドラクエも終わったし俺もうみんなのゴルフやっちゃうぞ。ミンゴルやっちゃうぞ。いいのか。止めはしないよ。8月30日に出てんだからミンゴルは。携帯の方のミンゴルでなんとか気持ちを抑えてるけど、はい、買っちゃうぞプレステ4のミンゴル。いいですよ。あぜひやってください。ミンゴルもやって漫画、はい、あれ知ってます。もうなんかあんまエロいのしか読んでないかもしれない。もう最近一番いいのはブルージャイアント。まだ未だに僕笑っちゃったのやれたかも委員会って。やれたかも委員会、はい、何それ面白い。人それぞれにはやれたかもしれない時があるみたいなので、これはあの時僕はやれたんでしょうかみたいなのを、うん、そのなんかオブニバスでこの人はこれっつって、でそれをやれたかも審査員みたいな人がやれたみたいな札上げて、なるほどなるほど、っていうのが面白い。あ、まあまあ面白そう。はい、ちょっと、うん、僕はあの703罰っていう703罰、はい、今アニメやってるんですけど、クイズ部の、クイズ研究会のお話で、うん、まあ本当にもう部活クイズ研究会の青春。そうですね。面白い。だからもう僕らはやっぱり運動部じゃなかったので、うんうん、運動部の青春見せられてもなんかちょっと自分のことのようにはやっぱり思えないところがあるんですよ。それで運動部のことをネットで叩いたりするもんな。まあ叩く人もいるのかな。いるのかもしれないけど、まあまあ、でもその中でも文化部の方がまだ馴染みがあるというか、うん、なのでそれのまあ青春ものもその全国大会があったりとかっていうのがあって、なかなか面白いですね、はい、だいぶやってるよね。だいぶもう14巻ぐらい出てる。あ、そんなやってんの。やってます。確かにそうだね、クイズブームだし、高校生クイズとか見ててもすごいよな。あれいつも思うな。面白いな。面白いですね。703罰、はい、どういう意味なの。これはもうクイズの形式で7問、うん、703罰罰っていうので7問正解したら勝ち抜けだけど3問不正解すると失格になるよっていうラウンドのクイズの形式の名前ですね。なんだお前の声腹立つな。ちょっとね、ちょっとそれ、入ってこない。だいぶ気になりますね。なあ、すみません、ちょっと。ちゃんと調整するプロなんだから。いや、もうそれは本当に反省してます。ああ。はい。いや、なんかちょっとやってたんです。昨日もちょっとネタ中もちょっと。家にこもってるだけなんだから、金ももらってきやしねえだろ。いや、金が。おぉめっちゃ機嫌悪いよ。自転車のせいかな。電車かな。やれたかもしれない、やれたかも委員会、やれたかも委員会な、うん、ちょっとあるかもな、そういうのな。やれたかも、自分の人生こう振り返ってみてもやれたかも委員会に言いたい話はいっぱいあるわな。確かに、うんうん、待つだけないだろ。ゼロだ。ゼロ、まあ、ないですね。まあ意識してないですかね。やれるとか。あ、まあそうだね、三次元の人にはそういう意識もないんだよな。そうですね。マジで、でもめちゃめちゃエロいお姉さんがさ、はい、もういきなり触ってきたりしたらどうするの。例えば松崎くん行くよっつって、もうお姉さん系の人で、松崎くん行くよっつってパーッとラブホテルポーンと連れていかれて、はい、いいから脱ぎなパーンっつって、はい、はいっつってもうバッと来たらどうするの。いやもう縮こまりますね。どうするStay Night Dreamer Live On AirSunday Night Dreamer。 さあ、あれ、縮こまっちゃうの、それ。いや、怖くないですか、そう、女の人に脱がされて。いや、もう、丸まっちゃいます。一回怖いを取っ払って、もうダメ、うん、そのもう、ただエロいの。うん、こいつはただエロいんだよ。いいかいいか、もうそこ寝てなっつって、はい、全部私やっていくからっつってパパーンと、はい、もう全部縮こまってても、いいいい、緊張してんだよ、縮こまってんだっつって、まあ丸くなっちゃってんのっつって、あんまエロさ感じないんだよ、丸くなっちゃってんのっつって、ほら秋田慶長さんだ。ほらお兄ちゃん丸くなっちゃってね、秋田慶長さんだったの、秋田慶長さんだもんみたいな。どう怖い。
まあ、本当に全部やってくれるならまだいけるかな。生意気だよ、うるさいな、この野郎。風邪治ってんの、確かに。風邪じゃないですか。なんで上からなんだっていう。あのやれたかも委員会のことで言うと、俺もあれ食べれたかも委員会入るみたいな。食べれたかも委員会、俺みたいな大食いビッグ有吉って言われてるからさ、はいはい、ああ大食いよ、やっぱり店出て家帰った時まだあれ5人前食えたかもって思っちゃうんだよね。帰る、帰った後に腹減ったからでしょ。まだ食えたかも委員会だ。いやいや、まだ食えたかも、もう満腹だったんですよ。飯で言うと安田さんのインスタグラムで安田飯ってやってんだけどさ、あれ世界で一番飯がまずそうに見えるね。安田さんのインスタグラムの安田飯がね、まあこう食欲をそそらない。気になるな。きっと美味しいもん食ってるかもしれないけど、全部まずそうに。いや、写真ですよね、その美味しそうに見せる。あれ、あの、もともと僕は松崎飯っていうのをやってて、やってたんだよね。それで安田さんもなんか安田飯っていうのをやり始めて、私もダメ、松崎飯も安田飯もクソみたいな飯ばっかり。いや、安田さんのは奥さんの手料理ですからね。それはちょっと、松崎飯は何だっけ。松崎は何、もう本当に、缶詰とか、あ、そうか、本当にパンとか、まあ、外食おごってもらったらその料理とか。ラジオネーム日常、今日はあの寝具のこだわりということで、はい、皆さんの睡眠グッズなんかのねこだわりとか教えてもらってます。ラジオ日常福島 FM、 僕は猫背なのですが、ネットに寝るとき枕を使わないと猫背が治るとあり試してます。2ヶ月くらい経った今、別に猫背は治ってませんし、なんか顎が痛くなって食事が辛いです。やめた方がいいよ。諸説あるからな、ああいうもんでな、枕はこういうもんがいいとかさ、はいはいはい、実は腰には柔らかいのがいいとかさ、硬いのがいいとか、いろいろ諸説あって難しいな、うん。ラジオネームインドア FM 香川、最近猫背ひどいねと言われたのでネットで調べたら、枕なしで寝るのがいいとのことで、タオルを頭のところに敷いて寝てます。猫背が治っているかどうか分かりませんが、首と肩が岩みたいに凝ってしまいます。こいつらどっちもダメだよ。お前ら二人ともダメじゃないか、お前猫背。いや、2分の2でダメならもう今のところはですけどね。ラジオネーム刺身定食岐阜 FM、 寝具というか寝巻きにこだわりがあります。最近はスクール水着を着て寝てます。適度な締め付け、発汗性が良いためぐっすり寝られます。しかし朝起きると肩と股関節周りに跡がついてしまうのが嫌ですねと。有吉さんはどんなスクール水着を着て寝てますか。こういうあのふざけたのは募集してませんから。いや、基本募集してます。ふざけたのもちょうだい。俺はね、黒でね、横に白いラインが入ってるやつ。いや、スク水答えたよ。はい、すいません、腹立つな。はい、先週アニメのサマーライブで、アイドルマスターミリオンライブが出たということで、この曲です。ババ好みでディア。さあ、この時間からお聞きの皆様、改めましてこんばんは。有吉弘行、サンデーナイトドリーマー、東京半蔵門 JFN スタジオから生放送でお送りしています。今月のアシスタントはトップリード和賀と優しい雨松崎です。続いてはこの1週間のニュースを有吉さんにスッキリさせてもらいます。ではニュースに行きましょう。はい、まずはこのニュースから。ほら、すいません、声ひっくり返すんじゃないよ。そう、マキヨーココミケ断念。マキヨーコさん、どんな怪我にしてんのかな。怪我にはちょっとわからないんですけれども、クラウドファンディングでフォトマガジンを自主制作し、12月に開催される冬コミに参加することを表明していた女優のマキヨーコさんが、コミケの趣旨から出していたことなどで批判を受けたことにより中止を発表しました。公式サイトに謝罪文を掲載、ツイッターのアカウントも閉鎖しました。ということです。読んで最後まで。はい、全ての責任は私の認識の甘さにありますと謝罪しましたですね。あ、もう大勝利っていう感じなのお前らは。いや、勝利とかないんですよ。そうだろ、どうせ。よかったね。いやいや、だからこれをよかったな。いや違う、自分が気に入らない人がこうやって不参加になって炎上して、謝罪まで追い込んでよかったな。いや、よくないじゃない、僕らじゃないんです。おめでとう。いや、僕らの意図じゃないんです。意図じゃないんです。
検察側みたいになってるけど。まあだからこうやってもう有名人は参加しない方がいいよ、もう本当にこんな風にされるからかわいそうに。いやいやそんなことはないですよ。いやでもそうしないのが一番だよね。もうだって気に入らないんだもんな、お前らは。だからもうそんなことはないです。気に入らないんだし、別にこっちもこんな風になってあの大変じゃない、かわいそうに。うん、そうだからあの参加しないのが一番。そうですね、なるべくこっちの領域に入ってほしく な、うん、ないというか、その代わりお前らもう本当にそこ以外の領域入ってくんなよ。僕らはそうそうそうなっちゃいますよね。絶対そうなるよ。そうだよ。いやでもそれは約束してよ。謝罪まで追い込むからな俺は。松崎が俺が行ってる焼肉屋さんとかに入ってきたら、おい松崎入ってきたぞ、これダメだろ、ちょっと謝罪しろっつって土下座させるから。いややめて、入らせて。入らせてっていう、なんでそれダメだよ。それでもダメダメ。いやちょっと絶対ダメ、認識が甘いもん。焼肉屋に対する認識が甘い。どうやってやればいいさんのちゃんと調べてこいよ、全部のメニューをいくらかとか。いやはい、全部これはタレで食べるのかとかさ、どこの部位だとかさ、はいはい、ビールは一杯いくらとか、はい、全部調べてこいよ。いやじゃないと入ってきちゃダメだぞ、認識甘いぞ。認識な、なんかダメ、そう言ったら自由、ダメダメ、知らないんだもん。いやそう、乱れる空気が。いやそんな言い方してないです我々。これ店員さん困ってるよ、ほらもじ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 注文しねえから列乱れる。いやコミケじゃん。列乱れる、コミケ側の方じゃないですかそれ。店員さんがもうほらもう時間取られて、あかわいそう、手挙げて並んでろお前。いやコミケ側メニュー決まったら手挙げて並んでろ。いや有吉さん結構勉強してんすね。コミケのことを知ってんの。焼肉屋来る時もう絶対迷惑だから500円玉ばっかり来いよお前。コミケ側っすか。知ってんな、コミケの方なんすよ。頼むぞ。いやもう有吉さんはもう来ていただいて大丈夫です。有吉さんはってなんだよ。いやいやみんな許してやってくれよ。みんなそんな厳しいこと言わないでくれよ。誰でも来ていいんです、まあ、ちょっといろいろあって、うん、まあ牧優子さんまた元気出してやってください。はい。Stay Night Dreamer Live on air. Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepagewww.jfn.je/dreamer Stay Night Dreamer。 さあ引き続きニュース、はい、続いてはこのニュース。おタトゥーが話題。タトゥー業界でアニメや漫画ゲームなどのキャラクターを題材。これひっくり返らせるなお前は。そこか、はい、ちょっと低めを。大人のトーンでやってみな。あ、そうです、はい。タトゥー業界でアニメや漫画ゲームなどのキャラクターを題材にしたタトゥーがおタトゥーとして注目を集めているそうです。お気に入りのキャラと一緒にいたいという理由で彫るらしく、おタトゥーの彫り師はアメリカやメキシコにもいるそうです。君が悪いなお前。な、内容が内容だったからまた。おタトゥオタクのタトゥーでおタトゥーね。そうですね、下の方の方ですね。だからいわゆる松崎が好きそうなアニメのキャラクターの女の子たちみたいなのを彫ったりするってことだね。そうですね、やったらお前も。タトゥー怖いっすねやっぱり。何でもかんでも怖いって言ってんな。怖い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 って言ってる割にはネットでは随分番長気取りじゃねえか。いや僕は番長じゃないんです。入れろよ早く。えタトゥー、おタトゥーいいの入れとろ、いいじゃない。だって別にもう3次元の女性と接することもないわけでさ、もう別に裸になることもないじゃない、ということは。はいはいはい、海って遊ぶわけでもないし。おタトゥー入ってるからテレビで裸になれないってど。いいじゃん背中に入れてさ。それは背中に映せるんですかね。おタトゥー、おタトゥー、それはでも映せる時代来るでしょ。ああ絶対来てくれますか、ね、だって山本キッドだってテレビで全バンバンじゃん。まあ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 バラエティーとかでも出してます。バラエティーとかではどう、でもまあ山本キッドの方がバラエティー出るときは普通に出てるよね。出てますね。ただ普通のまあでも芸人とかでもタトゥー入ってるやついるだろうけど、そういうやつらでも映せないもんな。でもな、そうですよ、ね、あのうちで言うとバンな、バンな、バンっていう、バンっていう芸人、はい、あの紙チリチリの、有吉ベースっていうネットのやつでは平気で出してるけどさ、はい、テレビじゃ地上波じゃなかなか難しいのかなあいうのって。
いや、そう、あんま見ないもんな、確かに見ないですね。そうですね、まあ、でもタトゥーめちゃめちゃ面白いけど、有吉ベースでおいバーンちょっと黒毛脱いだら入れ墨入っててキロキロキロって言うやつキロキロっていうやつ、面白いんだよそれはもう映していい、もう全然映るやつ、いやあれ すごすぎますよ、あれちゃんとし本当にもうあの不良が入れてるようなやつ入ってるんだよ、はい、足首にも入ってますから、うん、ああ、だか ら, だからいじり方なんですかね、いじり方、まあ、地上波だから苦情があるんだろうな、そんなもん映すなとか怖いやないとか、うーん、でも松崎はでも別に今後裸になることないんだしさ、いつもそういう T シャツ着てるしさ、だったらもう入れちゃえばいいじゃんって思う、一緒にいたいんだろ、だってその一緒にいたいですね、キャラクターはいはいはい、だって入れりゃいいじゃん、まあでも掘るっていうとなんか結局一緒にいるのはアピールしてる感じがちょっとして、うん、T シャツだって一緒じゃん、いや T シャツはだから僕はなるべくキャラクターの絵柄がないやつを着てるんですよ、うん、ライブ T シャツとか、うん、声優さんのイベントの文字だけしか入ってない T シャツとかぐらいなので、あまり対外にアピールするというよりはなんか心にいれば、好きな女の子のキャラクターのおっぱいを掘ったら自分のおちちに天才ですねそんな見るたびにその子のおっぱいが見れるわけじゃん、乳首もうまいこと利用してさ、おすげえあってた好きな女の子の体を掘るっていう、ああやったら、あそれ全部そうしちゃえばいい、それタトゥーで全身タトゥー入ってるってこと、多分そうそうそう、もういいしょうもないコーナー、はい、続いてはね、町の賢者、はい、あなたが町の賢者となって世直し、いろんな人にアドバイスを送ってもらいます、ラジオネーム三平、謎の生命体イザム、シャズナに新メンバー3人を加えて6人組バンドとして再始動することを発表し、自身のブログですごくアーティストっぽいことを語る、復活とか再始動とかそんな肩書きはいらない、勝手にジャンル分けされたり知らぬ誰かが決めたルールなんて僕たちは一度も認めたことはない、見た目や楽曲はスイートだったかもしれないけど中身は昔からパンクだよ、シャズナはビジュアル系ではないのです、僕たちはビジュアルクリエイターですこの違いわかるかな、わかるわけねえだろお化粧したツインテールのおっさんがロングスカート履いて歌ってただけじゃねえか、何がクリエイターだ、何がパンクだ、何がメルティラブだテレビで嫁さんに寝起きは口が臭いから抱きつかないでほしいって言われて半べそかいてたくせによ、ファンの鼻がもげるぐらいくっせ CD クリエイトしてろこの公衆クリエイターめちゃくちゃ言うな、難しいだろうな、そこまでもしマジで バラエティタレントみたいになっちゃったからな、なかなかここからそっからもう一回難しいよな、いろいろでもまあやりたいだろうな、やっぱな音楽の人はな、うん、ラジオネームドラゴン花クソ、日野照正さんが自身のコンサート中にドラム演奏していた中学生に往復ピンタ、まあね賛否両論あるから俺みたいなもんが口挟むまでもないけど、俺が言いたいのはそんなことじゃない、ピンときたんだよ、金の匂いっていうのかな、俺たちワンカッパーはその辺鋭くてね、往復ビンタいいじゃない、正直もう猪木のビンタなんてオワコンよ、これから日野の往復ビンタトン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 日野の2トン、あれ鶴太郎さん言ってたよ、言ってますね、サンジャポで、まあ頑張れ鶴太郎さんと同じセンスにいいよかったね、いいよよかったね、羨ましい、ラジオネームAS、ついついお尻や足に気を取られてしまう俺たちに改めておっぱいの素晴らしさを知らせてくれる存在、牧陽子さんが冬のコミケに参加することを表明、しかしそれが自費ではなくクラウドファンディングだったので、コミケファンから批判殺到、炎上状態に、牧陽子はコミケ参加を中止、謝罪、ツイッターも削除する結果となる、おいおたくども、お前らみたいなもんが何を偉そうに牧陽子批判してんだ、身分わきまえろバカが、気持ち悪い、お前らみたいに新規のファンを追い出すようなことする奴らが文化を衰退させてんだよ、有吉さんといい牧さんといい、これがお前らオタク、これからお前らオタク文化を知ろうとしてくれた人たちに対する答えか、しねえいいか牧さんはなめちゃめちゃおっぱいが大きいんだよ、お前らオタクにはおっぱいあるか、
ないだろう。その時点でマキさんの方が人間として上なんだよ。俺はマキオコさんのおっぱいが好きです。最後ほら、すいません、すいません、本当におっぱいを追い出してしまって。なんだその言い方。マキさんおっぱいだけじゃないから。すいません、失礼なこと言うな、お前。いや、今のメールからすると随分失礼な。いや、今の女性おっぱいって呼んでんの。いや、ひどいね。いや、そう、女性蔑視だね、これは。いや、そうですよ、全然。完全にそうだね、うん、女性のことおっぱいって呼んでんだろ。いや、いや、いや、そういうわけ。いや、今のメールからするとそういう。怖いね。怖くない。いや、オタクへの偏見がちょっと。うん、ラジオ大丈夫な人もいますか。田中誠志郎、公園のゴミ箱から拾った新聞にこんな。恥を知らない。公園の公園のゴミ箱から拾った新聞にこんなサプリメントの広告が挟まっていました。中高年男性のおすすめ、高麗人参でぐっぐん実感、男の活力とたくましさを。神奈川県87歳、高麗人参のおかげで私はこの年でも困っちゃうほど元気なんです。広島県75歳、75歳の今もプライベートはまだまだ現役。おかげさまで若いパートナーも喜んでくれてます。滋賀県60歳、朝の元気が違う。日本が少子化で悩んでるっつうのにお前らクソ元気だな。朝の元気が違うじゃねえんだよ、完全に朝立ちじゃねえか。おい、広島県75歳、なんだ若いパートナーって。ジジイがサプリでチンコ立たせて若いパートナーとパコってんのに、なんで健全な38歳が部屋にこもってゴミみたいなラジオネタ書き散らしてオナニーばっかしてんだ、おかしいだろ。ジジイ、若いパートナーとどこでどんな風に出会ったんだ、詳しく教えろ。俺にも女紹介しろ、頼む、人助けだと思ってお願いします。俺だって人間です。贅沢は言いません、愛情が欲しいんです。最近寂しさと不安で夜あんまり眠れないんです。お願いです、誰か俺を助けてください。知らんよそれは。怖いよ、最初から最後が全然違うもん。記事を読めって。ネームね、サイン Z、 土屋太鳳の昔のあだ名がチューチューマンだったと暴露される。このあだ名の由来について、幼なじみは幼稚園の頃に好きな子を見つけるとその子をめがけてずっと追いかけ続け、最終的にはその子に抱きついてずっとチューをするからとのこと。タオちゃん、僕も同じだよ。僕も好きな人ができちゃうとね、その人のツイッターやインスタグラム探して最終的にはそこに上がってる写真でしこるんだよ。そう、ゆえに僕のあだ名はしこしこマン。近いうちチューチューマンのインスタツイッターにも参上する予定です。しこしこマンはパンティーが好きなので、そこんとこよろしくお願いいたします。何の話。堂々と自己紹介。ラジオネーム、股関節痛、広瀬すずにたかるハムシコと、いけすかねえ野村周平の若造が、また芸能のお仕事の場で失態を演じました。ネットにアップされた野村とダウンタウン松本が共演する CM のメイキング動画にて、二人の顔合わせの際に松本が深々とお辞儀をしているのに対して、野村は浅いお辞儀でボソボソと、あ、お願いしますと非常識な挨拶をしており、動画コメント欄が炎上。え、なんでそんなことで炎上すんの、意味わかんないんだけど。もしかしてだけど、お前らまだ野村周辺に常識があると思ってんの。ないないない、まだかよ。今更野村に何期待してんの、常識、礼儀、ユーモア、知性、ない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 。あるわけないじゃん。もういい加減理解しろよ。映画の記者会見に出た時のうなるような生きり具合とか、エイプリルフールでの素晴らしいクソ滑りリツイートとか、お前らいろいろ見てきただろう。察せよ、あいつには金輪山社会人に必要な要素がありません。ただ金はある、そして同じぐらい薄っぺらな俳優仲間たちとよく飲みに行くらしい。野村、お前今幸せだろ。それはお前らよりは随分幸せだろうな。そうだね。どうしようかな、ラジオネームね、ホルヒス君、アメリカハーバード大学のジェニファー・ライダー氏が射精に関する研究をしてこんなことを言ってやがったな。射精回数が多い男性は前立腺がんになりにくい、月に21回射精する人は、7回から9回しかしない人よりもがんの発症の危険性が低いです。おい、ジェニファー、
俺は毎日朝昼晩晩朝昼晩晩で4回しこってるから大体月に124回、年間1500回射精してるぞ、うん、どうだ、すげえ健康だろう。あ、日本語が変わらない、仕方ねえな、英語で喋っている、喋ってやるからよく聞けよブラザー。 I'm Japanese パワフルフィモンシスサムライ I'm fine thank you and nice to meet you hey suck my dickAnd kiss my ass! And have a nice day! 何言ったか伝わんないよ。殺されますよ。殺され逮捕です。なもんかな、以上でございます。Slay Night Dreamer!Live on air!さあ有吉弘行さんでナイトドリーマー1時間経過しようとしておりますね。はい、これがあるね。ラジオネームどんより証拠の大ライス、すみません、武井絵美さんの怪我に明日築地に入りますかね。競り何時からですか。軍資金は親の財布から取った30万、さあ勝負だという。だいぶ取ったな。おい、ケミさんの怪我にはどうなんだろう、入んのかな、入らないでしょ。何ですか武井美さんの怪我に。ラジオネームラッコフェスティバル、牧陽子さんの怪我には毛の部分が短くピンと立ってると思います。匂いはニシンの匂いがすると思います。カニだっつってんだよ。いやカニでもねえんだよ。何なんだってカニって。カニ食べ行こう。いやいや、それはいいんですよ。張り切って行こう。いや、食べたくなるよ。松崎のカニどんなのか、我がちゃんのカニはどんな味、毛ガニはどこだ。たくさん食べた。僕の毛ガニは誰も食べないな。僕の毛ガニって何なんですか。え、うん、毛ガニ持ってない。任天堂の最新作です。え、任天堂の最新作。僕の毛ガニ。僕の毛ガニ。夏休みみたいな。僕の毛ガニ。スイッチで。僕の。僕の出ないでしょ。何を探すんだよ。毛ガニだよ。なんで毛ガニだけ探すの。ということで、もう秋ですからね。まあちょっと涼しくなって、まあまた暑くなる日はあるでしょうけども、ちょっと気温が変動しやすいですから。クソの松崎みたいにね、ちょっと喉やられたりとか。いや、気をつけてください、風邪ひいたり、ね、体調を崩さないようにしていただければなと思っております、うんうん、はい。まあ一部の地域の方はここでお別れということなんですけどね、はい、うん、言うのかね、一部の地域の方ね、たまにいつもこうやって言うんですけど、うん、寂しいからね、ぜひこの番組は結構いますよ、一部の地域の方ね、はい、お別れできなくなればいいなと思っていますけど、ね、まあそうですね、またぜひ、我がと松崎がアフタートークっていうやつでね、はい、いろいろと、じゃあまあオタクの話してんのね、はい、それをまたじゃあ聞いてやってください、はい、ということでお相手は有吉弘行と得意の我がと優しい雨松崎でした。この後聞ける方は引き続き2017年9月3日日曜日、時刻は夜9時を回りました。この時間からお聞きの皆様、改めましてこんばんは、有吉弘行です。今夜のアシスタントはトップリード和賀と優しい雨松崎です。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送、サンデーナイトドリーマーでございます。はい、健康情報これね書いてあるんだけどね、はい、20歳からよ、20歳から10キロ以上太ると健康に黄色信号だって、はい、健康保険組合が調べたらね、10キロ以上太った人の9割がね、生活習慣病のリスクが高い状態にあった。うわ、太ってない、20歳から10キロ太ってます。太ってますね。最低。僕高校ぐらいの時痩せすぎって判定だったんです。あ、そう、50キロ切るぐらいだったんです。あ、それは痩せてるね、はい、20歳からでも10キロ以上痩せた。それはもう太りましたね。僕も20歳か、20歳はちょうどお金なくて何も食ってなかったんで、うん、むしろちょっと痩せてたんですけど、うん、そこからバイトして
稼いで食うようになったらやっぱり稼いで食うようになって大して稼いでないだろお前借金もあるのに借金はどうなってんのお前は借金は今本当に返してますちゃんと返せんのかちゃんと返せてます本当今のところそう月々の返済額は返せてますそれ偉そうに言うなよまずしたのが悪いんだからもうね返す言葉はないんですけどまあそうなんですよねどうしてもしょうがなく借金しちゃうこともあるけど、はい、お前は多分趣味のためにだからなほとんどまあほぼですね気をつけてくださいよいやもうほんとに皆さん10キロ以上お二人とも太ってますから、うん、はい気をつけてくださいねいやもう9割超えですもんねそうだよ危ないよそれ、うん、俺は行ってないよ10キロ太ってないよ、うん、ずっと60まあ5キロぐらい俺調子でなんか高校の時62キロぐらいでそっから10キロ太ったことない、ね、今でも60、70前ぐらいをずっとおろちょろしてるからだもんな大丈夫だな俺は昔痩せてたりはしてるんですけど、昔まあ今よりはそれは痩せてただろうけど、うん、そんな体重自体は変わってないおじさんになってきちゃったからなんかもうむくんじゃってるけど、うん、それだけでだからお前のよりは健康だからそうですね怖い今日焼肉食べようとみんなでもあの人の方が健康なんだそうですねそうかなんかやってんのそんなやってない健康を体に考えて全くしない全然です野菜は野菜は別に普通に食べますけど、はい、松崎食べないの野菜あんま食べないですね嫌いなの野菜高いからとかいろいろあるじゃんサラダは生ものってあんまり好きじゃなくてなんでなんか火取ってる方が美味しいっていう感じなんですよ、ね、だから野菜炒めとかだったらんですけどあなるほどねだ野菜炒めを選ぶかっていうとそうでもないなまあだからもうちょっとがっつりしたもん食いたいってことだろせっかく金出すんならっていう、うん、でそこにお金出すんだったら大盛りにしちゃうとか、うん、そのかご飯大盛りにしちゃうとか、はい、プラス50円でサラダつきますっていうんだったらご飯50円で大盛りにした方がいいなと思うそうですねはいはいまあ、それは言ってることは分からんでもないけどねそうか、まあ、我がはそれだったらサラダサラダですねそれはかあの美味しいからそれでも体のことをちょっと考えてるってこともうどっちもですねでも美味しい野菜は食っても別に大丈夫なんだろうっていうか体にいいんだろうから食べてますねその50円50円だと結局それで大盛り無料っていうのであるねそれでやられちゃうとね無料ならじゃあ大盛りにしちゃおう、うん、せっかくならってやつだろ、うん、せっかくせっかくでそうなっていくんだよ、まあ、お前らはせっかく人間だから、うん、せっかく人間せっかく人間せっかく送ってもらってんだからとかああそうですねありますねそれはありますねもうお腹いっぱいなんだけどせっかく送ってもらってるしもう一個食べちゃえとか、うん、もう一杯飲んじゃえとか、うん、見たことない料理とかあったら頼んじゃいますね、うん、せっかく人間のお前らまあ、最初聞いた時そう思ったけど今怖えな嫌だなせっかく人間なるほどねそういうことですか、うん、あとはなんかないですか特に、うん、ゲームはやってないゲームはやんないのか、うん、まだ僕はもうドラクエしがんでますまだラジオネーム大短快速 FMC が有吉さん僕は携帯も持たないブルーシーターでこの番組を聞くため1週間に1度のご褒美として日曜の20時から22時だけネットカフェに入っているのですがありがとうな27時間テレビの特別ドラマに西堀が出るみたいですしかも名前が上から6番目に書いてありましたへえ。平安時代の源氏物語を題材にするらしいのですがあんな礼儀も知らないクソ野郎が平安貴族を演じられるとは思えないです心配です言ってた昨日ちょうど飯食ってたんだよ言ってましたね言ってた、あれだっつったなんかあそれこそ野村周平とか城田優とかおあの辺のメンバーが出るやつだっつってたよそういう形でセリフもあるみたいなの言ってましたね、まあ、ぜひ見て文句言いましょうよねそれはうんすごいですねまあマジでせっかく人間の代表格だけど何勝利僕らのトップがせっかく兄さんせっかく兄さんやっぱ下品だよねおごってもらうからっていっぱい食べるのってねやっぱりおごってもらう時もやっぱり自分がてめえの金で払うだったらこうだなこれぐらいだなっていうやっぱりその節度を持ってほしいというかさ、うん、多少の気持ちをねな、うん、
あ、それぐらいなってほしいけどな、お前らみたいなもんはダメだな。でも松崎屋でもいいんだよ、別にその焼肉屋さんとかご飯屋さんとかお寿司屋さんには行かないから、もうあの出入り禁止だから。いやいや違う、排除だから。いやいやいや、松崎飯だけは許してやるから。ありがたい。お前みたいなやつはやっぱあの空気が乱れるから、秩序も乱れるから、その飲食店に入ってきたら。いやもう絶対に入らないでくださいね、お願いします。飲食店全部、いや僕の犠牲で済むなら。一歩でも入ったらもう謝罪です。謝罪、謝罪。頑張ります。お願いいたします。日高屋だけでも、日高屋もダメです。秩序乱れますから。おースデイナイトドリーマーライブオンエア。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer. Sunday Night Dreamer.さあ続いてはにわかは語るでございます。誰に気兼ねすることなく自由に語り合っていこうというコーナーですね。ここでは別ににわかの人もじゃんじゃん語ってください。誰からも叩かれることないですしね。ああ、はい、ね、謝罪を要求されることもございませんので。要求してないですよ。大丈夫な金玉工場長。みんな電子タバコってどうやって吸ってる？右手です、それとも左手？左手もいいだろ。にわかだね、あっちゃうよ。何が？俺はさ、どうしてるかというとね、ハーモニカホルダーに縛って吸ってる。ハーモニカホルダーって知ってる？長渕の首についてるやつあるでしょ。あれ、あれに電子タバコ固定して吸ってるわけ。すると何が起きるかというとね、ズバリ両手空いちゃう。だからゲームもできるし、車も運転できるし、なんといってもギターが弾ける。すごくないか。別にこのアイデア独り占めしようなんて思わないから、真似してもいいぜ。ほんでさ、みんなでさ、バンドやろうぜ。うるせえ。そんなバンド見たことねえな。何のにわかる。まあでも電子タバコだけじゃなくてもいいんだよね。だから、ね、別に普通のタバコでもいいんだよね。ハーモニカホルダーにつけて。まあいいんでしょうね。もうチュッパチャップスのティーソー。ダサいな。ハーモニカホルダーつけてんのダサいな。そうだ、今の電子タバコ付け替えなきゃいけないですからね。充電しなきゃいけないですからね。これあげとこうじゃ。パン。ラジオネーム、クレイジークレイジー。何？いや、その入りやばい。入りなんだよ、まだ言ってないから何にも。あ、何？おすすめの仙台グルメが聞きたいの。しょうがないな。確かに。今日は仙台市民の俺が本当にうまい仙台グルメ教えてあげるよ。東京の人って仙台に来たら牛タンとか萩の月食べたがるけど、正直それはにわか丸だし、確かにどっちも美味しいんだけど、下の声で現地民からするとあんまりおすすめはできないね。それよりもっと胸張っておすすめできる飯屋があるから、その店っていうのはジョジョ園。ジョジョ園はマジで最高。ロースやハラミも絶品だけどね、特にカルビがうまい。仙台来てジョジョ園のカルビ食わないで帰るとか現地民に言わせればバカそのものだから。まあちょっと値は張るけど、肉食うならジョジョ園一択だね。知らないのか、教えないでおこうか。仙台にしかないって思ってますね。安定して供給されてるからな、ね、品質が安定してますから。素晴らしいですよ。そりゃ美味しい。でもまあここはでもお前も入っちゃいけないから。松崎さん。松崎は入っちゃいけないから。僕はお宅のみんなが行って。いや、お宅のみんなも行っちゃダメよ。ルール知らないし。僕だけ秩序乱れるし、ルール知らないし。いや、僕だけの犠牲で。逆に松崎行けるところはオタクみんな行けるってことですか。松崎行けるところはね、うん、そういうダメですよ、それは。いや、行かせて。行かせない。いや、行かせない。絶対に行かせない。行きたい。絶対に行かせない。秩序が乱れるもん、ルールがあるから。いや、すいません。いや、ジョジョ園にもルールがあるから。ジョジョ園は分かんない。絶対入らせない。分からないんでしょ？分かんない。にわからんでしょ？じゃあ入らないでください、絶対。変なことになるから。変なことしません。詳しい人、ジョジョ園を楽しみたい人が楽しめなくなるから、お前みたいなものが来ると。多分個室で。ダメ、個室なんて使えるわけないだろ、お前が。絶対無理だ、そんなの。壁だろ、壁。壁？コミケで言うと、コミケの情報知ってんな。知ってるな。ラジオネーム三平。俺以外に古本集めてるやついる？いると思うよ。いるわ。集めてるやつなら分かってくれると思うんだけど、古本屋巡りって一種の冒険なんだよな。何が見つかるか分からない
夢の旅路っていうのかな、超レアなプレミアム本が100円で売られてたりするともう心臓がバクバクして汗ドバドバ出て手足プルプル震えてって大声が出て涙止まんなくなって金玉パンパンに膨れ上がってチンチンが小村返りしてラストは必ずうんこ漏らすもんねお店の人から見ればちょっと迷惑な客かもしれないけどやめられないよねだいぶ迷惑だよ何にも語ってない何にも語ってねえからこんなもんあるけどね100円だっていうな、ラジオネームイーグル、この世でこの世で一番うまいコンビニフード何か知ってる？それはフェアチオ。え？あ、ごめんごめん、ちょっとネイティブすぎたね。フェアチ、もうまだわかんない、うん、ファミチキファッチはコスパもやばいし、噛みちぎった時に滴る油もたまんないし、真っ二つに破れるパッケージも超便利。ファッチをお客にファッチ食えるし、俺なんて毎日3日連続でファッチ食べてるよ。ファッチこそキングオブチキン。ファッチっていうの？言わない。ファミチキ？言わない。発音いいんでしょうね。言わない。造語だもん。エンジェルあげてたパン。ネイティブなんかないんだよ。ファミチキにネイティブじゃないよ。少々だもん。ラジオネームね。センターエビス。みんなに、リーポの魅力を教えてあげるね。リーポはメガネの子が木の棒を振り回して魔法で戦う J.K. ローリング原作の映画シリーズ僕は賢者の石までしか見てないんだけどリーポは本当すごい。ハリーポッターな。リーポがなんでヒットしたかっていうと魔法を叫ぶのが楽しいからなんだよね。オブリビエイトとかウィンガーディアムレビオーサーとかエクスペクトパトローナムとか本当にあるのか、叫んどけば売れる。それがアメリカのエンタメってこと。まあやっぱりアメリカ人って頭悪いよな。なんだ褒めろや。リーポ、リーポってリーポって言うの？全然わかんない。リーポってハリーポッターのことリーポって言わねえわそのせいで魔法も本当にあるのかわかんないあるよあるんですか。ラジオネーム喉が渇いたルシール、お前らこの夏チンポジばっかり気にしてない？そんなんじゃダメだよ。何格好つけてんの？医学的かつ心理的に見て大事なのはチンポジじゃなくてブクポジだからブクポジこそ今後の人生を大きく変える。変えねえよ。まあブクポジっていうのはまあ金玉袋ポジションのことね。言わなくていいよ。金玉ポジション玉ポジじゃなくてあくまでブクポジだから。いやいい、ね、特に夏場は暑くて肥大化するから最適なブクポジ見つけるの超がめちゃめちゃ大事だね。学校で勉強してるとき ブクポジが悪かったら集中できず成績が下がるし、会社入ってからもブクポジが悪かったら業績下がる。まあ女子には分からないと思うけど男子には深刻な問題なんだ。だからブクポジが悪かったら人目を気にしてバレないようにさっと変えるのが一番。簡単そうに聞こえるけどこれはなかなか難しい。俺なんてブクポジ変えるとき何回も人に見られてるし、ブクポジ変えるとき間違ってブク毛抜いちゃってブチっていう音で周りにバレちゃったことも2回あるな。みんなどうやってブクポジ変えてる？ブク毛はおかしいだろ。何のにわからない。いや女性だってなんかあるでしょ、そのなんかブクポジ的なものあると思うよ女性だって。あります。あるよね。上半身のことですか？いやいや下半身。ブクポジ、ブクポジが多い人いるじゃん。ブクが、ブク的なものが多いし、多めの人もいるしね。ね、そりゃそうでしょ。なんガラス山川に聞いたの。いや女性のこと詳しいだろう。詳しい。確かに女性ですからね。俺らの方が詳しいのかな。やっぱ変な AV ばっか見てるから。ブクポジですか？ブクポジみたいな。何ポジってあれを言っていいのか分かんないけどさ。ああ。シンポジっていうかさ。おお。唇ポジっていうかさ。あ、そっち？あ、ビラポジっていうかさ。ああ、そっちですか？いや、ビラポジだよ。ビラポジでなかなか大変だよ。大変なのかな。
まあちょっとにわかはもうこれぐらいにしとこう。あんまり語っちゃってもバレちゃうから。にわかの問題じゃない。ビラポジのにわかだなって思われちゃう。そうだから。そういう問題、倫理的な問題で語らない方がいい。続いて日記。皆さんの日々の出来事を教えてもらってます。ラジオネームエモペ。9月1日金曜日、四半世紀も続いた夏休みにピリオドアルバイトの面接に行ったら、この25年間何してたのと痛いところを聞かれてしまい、自由研究ですと言い訳してみるも、人生の2学期は延期となってしまった。もう退学したい。辛いね。ラジオネーム濡れとる坊や。さすがに臭くなってきたので3日ぶりにお風呂に入った。自分の金玉の色が森永卓郎の顔色と同じ色をしていることに気づいた。お風呂から出てお母さんの化粧水を金玉に塗ってみた。金玉痒くなった。明日皮膚科 やってるかな。悲しい。森永卓郎さんの顔色じゃまずいね。まあまあそうですね。ラジオネームエモペ。8月29日火曜日、一か八か思い切って東大の入学試験受けに行ったら、今日はやってませんと軽くあしらわれた。当たり前だ。受けバカ。バカじゃないの。夏にやるわけないでしょ。あげとこう。バカだな。ラジオネーム千本ノック。裸になって AV のディスクを全身に貼り付けて日光浴してみた。熱が全て吸収されるので尋常じゃない暑さだった。死ぬかと思った。 AV のディスクを有効活用できたし、カラスが俺をつついてくることもなかったから満足だ。ラジオネームシットペッカー。8月27日日曜日、誰か知り合いに会えることを期待して花火大会に行った。お好み焼きの屋台の裏で捨てられているキャベツの芯をガリガリかじっている舛添元知事を見た。あ、この人も俺たち色に染まってきたな。ラジオネーム、イーグル。たまに行く居酒屋の女性店員のツイッター、フェイスブック、インスタのアカウント全て特定した。フォローしてる芸能人から好みのタイプや趣味嗜好を推測。ここ数日間のフォロー、フォロワー数の増減から交友関係把握。SNS は俺の七つ道具の一つに過ぎない。サイバーエキスパートと呼んでくれ。何やってんのよ。以上です。Day Night Dreamer Live.さあ、東京半蔵門 JFN スタジオから生放送、有吉弘行サンデーナイトドリーマー。今夜のメールテーマは寝具のこだわりでございますね。ラジオネームカビッピー FM 群馬。寝具ということですが、僕はビーズクッションを2個使いしてます。通称人をダメにするクッションということもあり、朝起きるの大変辛いです。あ、ビーズクッションで2個並べて寝てんの？辛そうだけどな。高すぎる。高いよな。テレビ見たりするときソファー代わりにはいいけどな。ビーズクッションで寝るの結構なかなか大変じゃない？それこそ肩とか痛くしそう。寝てはないのかな？ただ使ってるときかな。ラジオネームすまたまたぞ FM 置いた。有吉さん、私は夏場に敷布団サイズのござをシーツの代わりにして寝てます。とても涼しく快適に寝れてます。これはぜひ有吉さんにおすすめです。それと余談ですが、僕の部屋にクーラーはついていません。ござってさ、江戸時代の牢屋みたいなイメージになっちゃう。そう、ござのみなあ。ラジオネーム、パンパース交換条約 FM 長野。僕は常にカビが生えた、ね、布団で寝てます。布団買うカビる捨てる、布団買うカビる捨てる、布団買うカビる捨てる、この繰り返し。今夜もブルーチーズのような布団で寝ます。やめなさいよ。もうちょっといいか、ラジオネーム変な顔。僕はレオンという映画の主人公の眠り方に憧れて、自分の部屋にマッサージチェアを買ってそこで寝てます。おかげで電車でもぐっすり眠れるようになりましたよ。マッサージチェアで寝てんの、すげえな。すごいな。なんかあったかもしれないな。あった、そういうシーンあったっけな。ずいぶん前あれ、ジャンレンのね、ジャンレンの、うん、ラジオのダンシング玉袋。僕は小学校で教師をやってます。
休日学校に自分以外いないときは校長室のふかふかソファーでこっそり仮眠を取ったりしてます。先日も自分一人しかいなかったのでいつものように仮眠を取ったつもりが丸々4時間出てしまいました。見つかんねんの。いいですね。先生もまあたまにはね、気を休めてくださいよ。ラジオネーム走り熊福島 FM。 僕は川口春奈ちゃんの毛ガニが欲しいです。全国の漁師の皆さん、取れたら僕に連絡ください。15万まで出します。何海にあると思ってんの。海にあるの。川口春奈さんの毛ガニ海にあるの。いやそれはもうカニだからね。あカニの話してるじゃん。ずっとカニなんですね。それなんで何なんだよ。カニの話ずっとしてんじゃねえか。カニ食べたいなっつって。そうそう、松葉ガニとかさ、越前ガニ、あっちの松葉ガニっつったら北海道だったらアケガニもあるし、はいはいはい、タラバだってあるだろ、はいはい、タラバガニ、はいはい、ありますあります。その話ずっとしてんじゃん。何なんだよ。松崎のカニって聞こえてたんで。聞こえてたんで。ああ、うん、聞いてるちゃんと。すみません。カニか。うん。毛ガニね、牧陽子さんの毛ガニが食いたいです。のって。取ったってこと。マフィケ。ちょっとコナン縛りで言ってます。あいうちリーナで恋はスリルショックサスペンス。だかよ。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer. Sunday Night Dreamer.さあ東京半蔵門 JFN スタジオから有吉弘行とトップリード和賀と優しい雨松崎がお送りしています。続いてはゾンビは辛いよ。ゾンビの辛さを皆さんに教えてます。教えてるんですね。来るんですよね。ゾンビからメールが、ね、どうする。辛い。ラジオネーム弟子の雅彦。最新作の映画打ち上げゾンビ、上から来るか下から見てきました。広瀬ゾズちゃんと須田雅貴ゾンはやっぱり最高。須田雅貴ゾン、土管と間違え花火の筒に入っちゃった須田雅貴ゾンが打ち上げられて死んだと思いきや地面からと飛び出してきたところをスイカ割りしていたゾゾちゃんに思いっきり頭叩かれ死んじゃうシーン、あれには爆笑しちゃったな。あいけない、ゾビバレしちゃった、殺されちゃうよ。ネタバレ。ゾビバレって何。それはネタでいい。須田雅貴、広瀬ゾゾと須田雅貴ゾビ。できなかった。ラジオネームミルク紙コップ。こんばんは、ゾンジローです。ゾンジロー先生です。今から渋谷のリア充どもに私の刺繍に新型ウイルスを混ぜた空気砲食らわせに行きます。やばいやばい。渋谷どうやって行くんだっけな。まあいいや、巣鴨に変更します。何それ。チリそんな弱えん。科学あんなできんのに。ラジオネーム獅子肉食べますか。ゾンビです。同人作家やってます。この前の夏ゾビでエロ本出したら修正が甘いと言われスペースで2000冊ヘドロで局部に修正入れていたらスタッフの人に本から刺繍がすると言われそのまま警察を呼ばれ夏ゾビで禁になりました。あーこんなことならサークル参加せずに一般ゾン化すればよかったよ。ゾン化。松崎さん、はい、フェイタルプラスとピアニッシモの新刊持ってたら譲ってください。全然わかんない。なんで最後の肝心なやつが全然わかんない。鳥獣ギガジャクソン。最近の若いゾンビはダメ。 おしゃれのために痩せて力なくて、特に女子ゾンビは野菜しか食べないから足細すぎて折れそうっていうかもう折れてるんだよね。もっと人食え人って話だよ。そういう僕が今ゾンビ界に欲しいのは早稲田の清宮くんだね。清宮くんの体格とセンスがあれば100は硬いね。え？何の100かって？一晩に100人ってことだよ。
海外のゾンビリーグでもやれるぐらい清宮君はゾンビの原石だね。何よりもまず一回会ってほしいよ。もしかしたら会った時に我慢できなくて食べちゃうかもしれないけど、あんなにお尻プリプリしてたらしょうがないよね。清宮君、明日大量のゾンビ乗せたバスで清宮君のお家伺います。意味が分かんない。何の話をしてんの。主語が分かんない。スカウトさんです、ね、スカウトだったのね。ラジオネームチェコの大砲、こんばんは。ゾンビ界のキング、ゾンビカズです。一回キング釣ったの。おかげさまで今では世界最高齢の現役ゾンビです。僕が人を食べた後、とてもきめ細やかなタップを踏みながら両手を大きくぶん回し、最終的にはチンコをもぎ取るパフォーマンスはゾンビたちに大好評です。しないよ。そんな人気者の僕でも天敵はいます。1998年にフランスで行われたワールドゾンビカップでのことです。僕は予選から日本の中心ゾンビとして活躍していたのに、本番前いきなり外れるのはゾンビゾンビカーズ。代表ゾンビから外されました。そうです。天敵とは僕のことを外した監督ゾンビ、ゾンビ岡田です。芸名みたいな。今僕は彼を葬り去るために11本のゾンビを集める旅の途中、11体のゾンビを集める旅の途中、ラモスゾンビ、サントスゾンビ、田中マルクスゾンビは仲間にしました。あと7体、まだまだ先は長い。外れるのはゾンビゾンビカズ。言ってないよ。田村カズでしょ。カズ三浦カズ。記憶残ってるもんな。確かに。まあまあな。でも本当いまだにあれ、あのすごいな、あの、うん、あれは本当にすごいよな。スポーツってすごいな、残酷だなと思ったよね。カズ三浦カズ。結局行ってないですから、ね。行ってないよ。行ってないですからね、カズさん。でまだ現役っていうところがまさにゾンビと。すごいよな。やっぱり。パマ削ぎ嫌いだよねやっぱり。ラジオネームエモペ。ゾンビは人間に撃ち殺されて当たり前、そんな常識を覆した新感覚アクションゲーム、ゾビオハザードを購入しました。どう見たらいいの。このゾビオハザードは簡単に説明すると、襲いかかる人間どもをゾンビが撃ち殺すっていう超画期的なゲームなんですけど、蓋を開けてびっくり、とんでもないクソゲー、いやゾビゲーでした。どっちなんだよ。どっちなんだよ。それもそのはず。よく考えれば分かることなんですけど、ゾンビ一体に対して徒党を組んだ人間が相手じゃまるで歯が立ちません。それに武器だってショットガンとかマシンガンといった気の利いたものじゃなくて、普通のゾビガンとゾビフのみ。ないよね。せめてゾビットランチャーがあれば少しはマシだったんですけどね。普通のゾビガンとゾビフじゃ人間どころかゾビ一匹殺せませんよ。ゾビ一匹。そんなことならゾビをハザードじゃなくてゾンスター、ゾンスター買えばよかったな。もう俺のゾン生ゾームセットですよ。ゾホホ。いい加減してよ。わかんないよ。ゾウつけすぎなんだよ。何だったんだよ、本当に。何買いたかったんだよ。ゾンビセットとかなんか、もうゾームセットとかわかんないよ。トホホまでゾホホに変えてる。わかんない、あげとくけど。わかんないから。怒涛だったさ、最、う、後、ん。ラジオネーム、獅子肉食べますか。ゾビ FJ で総合格闘技やってるゾンビだよ。俺たちゾンビの総合格闘技選手はそもそも数が少なくて、呼ばれるのも人間対ゾンビ、ゾンビ対犬みたいな見せ物的な興行ばかり。それでもなんとか強い相手に勝ちたくて、この間全身にヘドロを塗って試合したら、対戦相手のゾビラバ選手が滑る滑るって言って、結局俺の反則負け。ローションゾビ山なんて悪名もついて踏んだり蹴ったりだよ。つうかゾビラバ選手もゾビラバも全身ヘドロまみれでぬるぬるくせに、なんで俺だけ非難されなきゃならないのかな。ああ、大晦日のゾンビド出たかったな。ゾンビド、いつの、ね、何の話なんだよ。秋山さんね、秋山選手ね。ああ、なんちゃったな。ラジオネームオール下半身巨人。
皆さんこんばんは。ゾビカバリーチャンネルで人気のゾビグゾビグゾビグリスルスだよ。ちょっとわかんないです。知らない。知らない。ディスカバリー。今日は砂漠での生き残り方を教えるね。うん、砂漠で強い砂嵐に出会ったら死んでるラクダのお腹の中に入ってやり過ごすのがいいよ。砂漠で喉が渇いたらね、動物のクソを手で絞ってその水分飲むといいよ。お腹が空いたらとにかく昆虫、爬虫類や動物を食べるといいよ。ああ、いけない。ゾンビは死んでるので意味ないよ。サバイバル術なんて必要ない。今週も視聴率 0% だよ。やめろ。ベアグリルス知らない。ああ、だから生き残るサバイバル。ああ、わかんないだろ。ゾビグリルスだって名前まで知らなかったんで。ラジオネームゲスパ。どうも、プロラグビー選手やってるゾンビです。俺たちプロラグビー選手の試合はいつも命がけ。ボールを取り合って選手同士がぶつかり合うと選手の体は弾けてなくなっちゃう。ボールを持ってぶつかり弾け去り、ぶつかっては弾け去りを繰り返し、結局は誰もいなくなって無効試合がほとんど。この試合を見たゾビ天堂の社員が作ったゲームがゾヨゾヨです。ぷよぷよですか。以上です。Stay Night Dreamer Live on airSend us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer. Stay Night Dreamer.さあ、続いてはオタクのコーナー。我が松崎の質問、あなたのこだわりハマっているもの、皆さんはどんなオタクなのか教えてもらったりとかいろいろですけどもね。大体まあ、ね、松崎我がに質問が多いかな。あ、そうそう、はい。ラジオネーム千本ノック、うん、好きなアニメのヒロインでしこったらそれはもうオタクですかね。おー、そんなことはないないと思うんですけどね。でも あんまり漫画とかアニメで、うん、なんかそういうことしないっていう人が結構多いんですよね。楽、うん、いやいや、普通の人で。ああ、普通の人が、はあ、うん、不思議。いや、なんでしこって当然じゃと思ってるわけじゃん、はあ、まあそうですね。俺もなんか、あ、いけないルナ先生とかでチンコを畳にこすりつけたりしたもんだけどな、小学生。いや、そうじゃないですか。子供の頃はある、うん、全然。じゃあ俺はもうオタク、そうなっちゃいますよね、うん、あ、絶望だ。そうか、有吉さんオタクにすれば焼肉屋入れるかもしれない。ああ、そうだそうだ。お前らはダメだよ。出入り禁止だから。なんで頑張ろう。牧陽子さんの件が落ち着くまで。ラジオネームサイン Z。 オタクの人は漫画の実写映画化が決まると勝手にブチ切れてますけど、松崎さんもブチ切れますか？あ、僕はと興味がなくなるというか。ああ、だから実写化してもしなくてもどっちでもいい。だから別に 見もしないしってことね。まあ普通に あったんだなって思うだけです。我がは僕も別に、いや、まあ見ますけど、銀魂とか見たいんですけど、まだ見けてないですけど。ああ、うん、そうか、そうか、まあ、まあどっちでもいいよっていう人がほとんどだろうけどな。まあそうね、まあ、うん。ラジオのパンチドランカー斎藤。去年話題になった男女が入れ替わるアニメ映画君の名はありましたけど、うん、松崎さんと和賀さん、お二人の金玉が突然入れ替わったらびっくりするでしょうか。いやー、だいぶ気づかんじゃない当分。いや、あの松崎の僕は超でかいって。あ、そう、さすがに気づくっていうか病院に行くんじゃないかな。あれ、ダッチョウかなみたいな。でかくなっちゃって。そうですね、僕がでかいんですね僕。じゃあでも我がのになったら、じゃあ ちょっとコンパクトになるから逆に気づかないかもな。なんか、あ、なんか別に、あ、なんかお酒今日収まりいいなぐらいとかになるかもしれないですね。我がはだからちょっと気になるな。病院行きます、ね、どうしたの、なんか太ももにくっつくなみたいな。なんでこんなでかくなったのって。あ、松崎のやつだとは思わないの。なんないです。そこまでどうしたんだ俺の金玉ってことだ。そこまで非現実で飛ばないですもん。松崎はだから一生それでいいもんな別に。まあ僕は全然我がさんの袋玉でも全然いいなと。でも我が家のだって分からないと。どうせ分かんないでしょうね。でも我がさんが脱いだ時に僕の玉だったら気づくと思います。自分のは。はい、嘘だよ。いや、あ、我がさん、それ俺の金玉じゃないかよ。そんなわけないだろう。いや、分かんないと思うよ。君の名みたいにまた
一日経つと戻るみたいなことになると、あ、まあ、なんだこの現象はってなるんですけど、そうだな、しこ神酒飲んでさ、しこ神酒、しこ神酒ラジオネーム、施設不足、どうしてオタクの人は声優さんやアイドルを甘やかす割に急に切れて辛辣になるんですかどのタイミングだろう、あ、どうなんだろうな、めちゃめちゃ甘やかしてんのもぶち切れてんのもそうだもんな、その人たちもな、そうですね、だから一緒くたにしないでくださいって言ってるんですよ、うん、甘やかしてんのもぶち切れてんのも、なんでぶち切れんの、結婚とか恋人発覚みたいな、いやありますよね、でもあまり結婚とかはむしろおめでとうみたいな感じはありますけどね、うん、そう、でもそれもだってほら中堅ぐらいの人でしょ、まあある程度ね、まあ、いわゆる若いアイドルみたいな子がそうなったら怒るんだろ、どうせ裏切ったとか、まあそうですね、なんだ裏切ったって、なんなんすかね、僕らも知り竹井美ちゃんのやつでも竹井美ショック結婚しちゃったとか言ってる人さ、どういう感覚なの、あれなんとかなると思ってるのかな、あいざ人のものとなってしまうとみたいなこと、惨めだないや僕の、ね、惨めな人間だな、いや完全に僕の目言ってますけどオタク全体じゃなくて僕のこと言ってます、ラジオネーム不可思議ファイヤーボーイダサいな、不可思議ファイヤーボーイさん毎回言われるからダサいなオタクの方はフィギュアやポスターなどを集めてますが、全員童貞のクソニートのくせにどうやって買ってるんですかやはり3億円事件が関係してるしてねえわないでしょ、真犯人じゃないよ借金してまで買ってるのもな、松崎だって、まあ、そうですね、はい、うーん、まあ、やめよう、お金がないからやめようって感じにはなんないの、どうしても欲しいのか、どうしても欲しい時期みたいなのがやっぱり出てくるともう止まんないですね、うん、あ一個買っちゃうとみたいなとか、もうタガが外れると思う、分かる、俺ももう金ねえのに風俗行きたいと思った、今月もう1万しかねえのにやっぱ1万で風俗行きたいってなってたの、ああ何もさっつって行きました、ね、行ったよ、1万円握りしめて走って行ったよタクシー代もねえから大体夜だしさ行きたくなる、ああじゃあ一緒ですね、一緒じゃねえわそんな偉そうに言われるエピソードなかった不可思議ファイヤーボーイダサいダサいって言っちゃったからあげとこう名前で一個もらえよかった、ラジオネーム、どうしようかな、ラジオネームね、結構来てるんですね、いっぱい来てる、すごいすごい、うん、そうです、ラジオのサンチョ、オタクに人気のバイト何ですか、なんかあんのかな、ああ、わかんねえな、でも結構そういうオタクのグッズ専門店みたいなのは意外と厳しいらしくて、土日休めないとかあるんで、うん、逆にイベント行けなくなるから、ああ、うん、そうなんだ、あだからなるべく避ける人とかもいます、じゃあ平日やるほうがいいんだね、そうですね、はい、あのゲームのバグとか、ああデバッカーみたいな、そういう、まあ、ゲーム系の仕事とか、ね、はい、そういうのもあるのか、いろいろな、ラジオネーム獅子肉食べますか、オタクの人たちがよくバンダナをしているのはあれテレンス・リーさんへのリスペクトですか、違います、してませんリスペクトはしたことありません、ラジオネームブランカランカ、オタクの方は一人だとミジンコより弱いのに群れるとバイソンのようにたくましくなりますけど一体なぜですかやめろ以上です、スデイナイトドリーマーライブオンエアラジオネームじゃなくてラジオネームを読もうとしちゃったけどいいか、はい、もうそろそろお別れの時間でございますけどね、はいはい、ラジオネームまあこっちからしようか、黒羊 FM 群馬、あるいはさ松崎さんが言っても秩序が乱れない飲食店、独自のルールが発達しているラーメン二郎なら逆にいけるんじゃないでしょうか、まあこれは俺はだってラーメン二郎出入りしないからね、失礼だから申し訳ないと思ってた、ルールもちゃんとあるし、多分秩序が乱れると思うから俺はラーメン二郎には絶対行かない、それと一緒だから、だから松崎もコミケは俺らは行かない代わりに焼肉屋とか入るね、絶対にな絶対ダメだよ、マジでルール知らないんだからお前入ってくんなよ、ルール教えてダメ、絶対教えない、ルール教えてくださいまあでも焼肉屋加納姉妹は来てもいいけどね
るなコミケの情報言っていいよラジオネームうーん長崎チンポン FM 栃木有吉さん僕は今1500円しか持ってないんですが、うん、誰の怪我になら買えますか1500円はもうだから1500円の怪我になんてないだろうな、なかなか。まあ、ないですね。そうですね、もうちょっと、うん。オセロの中島さんが1500円。ちょうど。で、ちょうどオセロの中島さんが1500円。ちょうど。ちょうど。いやちょうどオセロの中島さんの怪我には1500円。既婚者だから。いいのかな何かわかんないけど。なんで松島さんで始まって、中島さんで終わったのラジオネーム、葉脈。FM 長野この間市場で長澤まさみさんの怪我に発見しました。今年は貴重らしく結構な値段してます。茹でて食べるのもいいですが酢は焼いてから醤油でいくそうです。何なんだよ何なんだよ長澤まさみの怪我って。焼くんですって。味噌がうまいか。そう思って食ったらうまいだろうね。より、うん、よりうまい。ラジオの弟子のまさか今日の放送は牧陽子さんや滝恵美ちゃんの怪我にたくさんあってお腹いっぱい僕の怪我にも勃起しまくりカニジェルブシャーでした。ほんと素晴らしい神回。いやこれはカニ回でしたね。なんで音止めたんだよ。なんなんだそのあうんの呼吸。ということでお相手は有吉弘行とトップリード若と優しい雨松崎でした。また来週お会いしましょう。さようなら。